これから中心を攻めます。攻めることによって相手側を点線を開く場合、ね、相手を開く場合もスッパン、また攻める、パン、攻める、パン、はい、その時に特に突き打ちは苦手な人が多いです。これはどうしてもやはり右手でこう突いてやろう、ね、右手で突こうとするからなお入らないですね。私なんか慣れてますからある程度右に当たりますけど、やはりこれから左腰を入れて攻めて、パン、左手でですね打つように突こうとする、はい、これも突き技も表裏ですね、両方打たなければなかなか有効に使うことができません。はい、これもですね、自分が攻めてハッということしたら上から押さえる、ね、今はストップしたら相手が開いてくれたからそのまま行きましたけども、相手が自分が行こうとしたら相手を押さえる、そういう人にはそのまま突き入っていっても、外れます。こういった自分勝手に突きに行って反射練習がほとんどおりますので、そういった時には、これも突き、ぐっと攻める、ただ抑える、そこを裏から、ね、なかなかこの裏から突く人たちは、難しいんでいませんけども、こういった方法もやはり腰の移動がうまくいきませんと出ませんのでですね、こういった表から攻める、パン、裏から行く、表から攻める、裏から行く、こういった方法をですね練習、はい、表から行く、パン、裏から、はい、表から行く、裏から、こういった方法をしますと、この突きからの技で後で2段3段技いきますけども、突きに行った相手が押さえたそのまま返し技、突きに行った押さえた返し技ですね、そういった技にも入っていきますので、突きも表から攻める、パン、裏から、パン、表、パン、裏、パン、そういうふうに、両方つけるようにすれば、これから、ちょっと構えてパーンと面打ちも同じく腰から移動できるようになりますから、面打ちなんかも楽に打てるようになります。ですから基本通り自然体から足さばきを使って体の移動、これをうまく使えば固定も面も胴も突きも同じ技として使うことができます。はい、次に、引き技に入っていきます。引き技、つばぜり合いかの引き技ですね、これを勉強していきたいと思います。はい、正しくね、基本動作のつばぜり合いで説明しましたけれども、正しく、この場合、間合いを取り合います。ただ、自分がですね、技を出すときには、必ず、ね、間合い、お互いのこう、ここの牽制の取り合い、間合いがありますから、自分が常にこう有利になるようなですね、形を取っていただければ結構です。というのは、相手が余裕がある、ね、相手が自分には余裕がない、こういうふうな、つばぜり合いしてますと、技を出しても小さくなりますし、体勢がどうしても崩れてしまいます。したがって自分が、打てる間合いですね、このところを十分取って、引き技、これは、そのままバン、まあ、打つ技もありますけども、なかなか決まりませんので、相手の力を利用する、ね、まず、自分からして左にグッと押してやる、ね、押してやる、それが返ってくるところ、相手の力を利用してですね、やっと返ってくるとこ、ピュン、これからハッと押し、ピュン、押し、ピュン、押し、ピュン、こういった面、それから逆に、自分が力が強ければ、押したままね、ぐっと押したままピュンというのがあります。はい、
なかなか、前が近いですから、決まりづらいですけども、この打つ瞬間のスナップですね、手の内、このところをうまく使っています。ただあまりやっちゃいけないのはこれから右手だけで打つ方ね、右手だけで、ね、これは、あまり、よくありませんので、やはり正しく、ね、相手の力を利用して、正しくやはり左を中心にですね打っていただければ結構だと思います。はい、同じ、相手の利用する中で、固定位置ですね、つばずり合いから、やはりこれも同じくちょっと反応するところをね、引き後手です。ね、こういった引き後手もあります。またはこれから、引き目を何回か引き目を何回か打とうとする。その中で打つぞというふうに、見せかけておいて、この手元が上がったところですね。特にこういった技は技と技がぶつかり合ってふっと、休むか休まないところ、そこでキャッと反応して、面を打つぞ見せかけて置いて引き後手ね。はっはっはあ、まあ、こういった技もあります。特にですね、つばずり合い、お互いにもう長い間、10秒なら10秒、15秒ぐらいですね、お互いやってて実際にやるっていうのは非常に、それから技を出すのは難しいです。決まる、確率も低いです。ですからつばずり合いで技を出すときにはですね、先ほどやりましたけども、お互いに技を出してこの一呼吸するかしないか、してしまった方が負けですね。これ休むかな、お互いにきついた技出ないかなと安心したところ、素早く技を出す。そうしますと、上にパーンと胴を見せる、相手が受けようとするね、ほっ、この中でずっとつばずりをやりながら、実際にねえというのはなかなか決まりません。ただし今言ったようにお互いにハッフッン、お互いに休むか休まないか、一呼吸するかしないか、そこのところで、技を出しますと非常に有効になります。はい、もう一度ハッフッン、フッン、こういうふうに、技の、こういうふうに、技のですね、突き落とすところで、出しますと引き技は非常に、有効になります。はい、同じつばずり合いでもこれも相手を利用して押す引き胴ね、ドーン、ドーン、はい、これも同じくお互いとぶつかり合う、フッドーね、お互いに、はい、ドーン、やっと押す、はい、ドーン。